一人の自由学芸に紹介されている青年、または法によって慎重と、他の自由学芸に紹介されるロレンツォとルナブオーニ、または自由学芸に紹介されているロレンツォとルナブオーニは、1483年から1486年、頃のイタリアのルネサンス期の画家、サンドロボッティチェリによる絵画である。 ロレンツォ・デ・メディチのおじであり、メディチ銀行のローマ支部長であるジョバンニ・トルナブオーニが所有するフィレンツェ銀行の田舎の別荘であったビラ。レンミは、この絵とその対作品、若い夫人に贈り物を贈るビーナスと賛美ビシンによって本来飾られていた。それらの絵画は、おそらくジョバンニの息子ロレンツォとアルビッチ家のジョバンナとの1486年の結婚式のために依頼されたので、 この二人を描いていると考えられている。七人の自由学芸に紹介されている青年は、自由学芸を表す、空和的な人物の輪の中に、擬人化された文法によって導かれた若い男、おそらく、ロレンツォ・トルナブオーニを描いている。身長によって主催され、人物の輪は、修字学、論理学、算術、幾何学、天文学、音楽も含み、 それぞれが様々な属性によって特定できる。古代では自由学芸は自由な人にふさわしい教育を示していたので絵画は若い男の幅広い教育を証明している。三述の姿は若い男に挨拶する際に手を差し伸べているのが見られる。銀行家の末裔であるトルナブ王にはおそらく数字に焦点を当てた教育を受けていたのであろう。二点の絵画は 1873年に、白ネジ層の下でビラレンミで発見され、元の場所から剥離された。両作品は現在、パリのルーブル美術館にある。A.B.D. ムリング、バーバラ、サンドロボティチェリ1444、5から1510、コロン、ジャーマニー、タッシェン。 p12、P 12, ISBN 978から3から822859926、8 8 26, https com books, コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books、id=" ビジヘイトゴライウックハット、セマティックトレイルズ、イタリアンルネッサンスペインティング、ザ・アレゴリオブ・ザ・リベラルアーツ。ルーバー、2012年8月4日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2011年7月22日閲覧。ありがとうございます。